この前動画で行ったコーヒー豆がですね、もうあと1杯分あるかないかぐらいなので、今日はね、このカフェインレスの木豆を入れたいと思います。これ見てもらうと分かるんですけど、豆がめちゃくちゃね、茶色いんですよ、カフェインレスで。これのおかげで、あのね、豆のね、選定がね、すごい、また選定って言っちゃった、選別がね、難しいんですよ。あのカビがね、すごい見えづらいっていうか、もうカビ、緑色のカビがね、こっちだとすぐわかるんですけど、普通のだとこっちはね、全然わかんないので、ちょっとね、選別に時間がかかります。全然わかんねえよ。で、前のコーヒー豆焙煎した時の、あ、1個残ってる動画の時に、僕ここで焙煎したじゃないですか。で、僕普段実は、あのここで焙煎してなくてですね、あのチャフが飛び散るのは掃除機でね、掃除すればいいだけなのでいいんですけど、あのね、ここで焙煎するとですね、結構煙が出るんですよね、コーヒー豆の焙煎って。です、結構すごくね、真っ白くなるんですよ、部屋中が。なので僕は普段はですね、ここじゃなくってキッチンで焙煎するんですよ。あの換気扇の下で、そうすると匂いもつかないし、そう、匂いもね、結構換気扇のないところでやると割とね、半日か1日ぐらいコーヒーの匂いがずっと残るので、換気扇のあるところでやります。で、ここのコンロまた掃除ねするのめんどくさいんで、ベニヤみたいな板がある、ベニヤではないの、ベニヤか、なんか家にね、ちょうどこの大きさの板があったので、ここに板を置いて、これをセットして換気扇を入れて、で、焙煎します。今回は2ハゼで止めました。ニハゼに入ったところかな。ちょっとダークです。で、あの見てもらえば分かるんですけど、あのね、カフェインレスの木豆はこうお水で洗ったりするからだと思うんですけど、チャフがね、全然飛び散らないんですよ。こんだけしか出ない。今日はこんな具合に行ってみました。ややダークですね。フレンチ、若干油が出てきてるぐらい。それでね、カフェインレスのコーヒー豆を煎ったことがある人はね、多分わかると思うんですけど、全然ね、美味しそうな香りがしないんですよ。なんか普通の木豆とはなんか全然違う匂いがして、これ本当に大丈夫なのかなって思うんですけど、このね、グラインダーで引いてコーヒー入れるとちゃんとコーヒーの味がするっていうね。で、しかもね、結構美味しい、
これはすごい美味しかったですね。なんだこれ、あのコロネーションコーヒーっていうところで買っ、いつもこれ買うんですけど、いつもっていうかこれは1回しか買ったことないんですけど、メキシコのカフェインです。名前は特に書いてない、マウンテンウォーターディカフって書いてありますけど、リンク貼っておきますね、興味あったら見ておいてください。でね、そう、結構前のね、コーヒー豆の焙煎の動画で家でやるのはハードルが高いっていう人が結構いたので、でもああいう風に下に板を引いて、でコンロ、まあカセットコンロはね、あのもう焙煎専用とかでいいと思うので、2,3000 円くらいで売ってるので、それ買って、でああいうホームセンターとかにいて、もうすごい薄い5ミリとかでいいと思うので、厚さの板を買って、コンロの上に置いて、でカセットコンロ置いて、でセットして、でもしあれだったら100均とかでこう油跳ね防止させるみたいな、こうアルミのついたてみたいに売ってるじゃないですか。多分ああいうのを買えば、その周りにはチャフは飛び散らないと思うので、それで換気扇つけながらいれば全然掃除もそんな大変じゃないし、まあ掃除機で吸えばいいだけだしね、そんなにねハードルは高くないと思うので、まあ興味があればね、ぜひやってみてください。あのすごい面白いのでね、入り具合とかね自分で決められるしね、です。